税団の方に入っていただいて、どうやったら感染しないようになるかっていうところをキャスト含めスタッフ含めみんな忠実に守ってやっとここまで来ることができました。このアイスダンスっていう競技の特性としても、やっぱこう2人で2人の世界観を作っていくっていうことで、まあ、いろんな人と関わってその表現をしていくっていう部分で、まあ、そういったところでもすごく勉強にもいい経験にもなりますので、すごく役立ってます。何よりもスケーターだけじゃなく、もちろん役者さんも含めて一つ一つの表現がリンク上で無駄な摩擦がなく、まさしく融合して、もう融合って言う必要もないっていうか、そういうものが映像や照明や全てが自然に出来上がっていると思います。で、日本人が培ってきた、まあ、美意識というか、まあ、僕らが今までずっとやってる伝統的なものとか、そういうものを今の皆さんがフィギュアスケートであるとか歌であるとか、まさしくリングの上で融合したもの、これはもう日本がとか海外だというようなことではないんだけども、あえて日本人が作ったこういうショーを外国の方にも見てほしい、そこに何かこう日本的なものをどっかに感じるのかな、どうなのかなっていうことは、繊細さというのかな、そういうものを感じていただけたら嬉しいなと思います。どうですか、感染対策は気をつけて、感染対策は気をつけてます。後ろは結構もうパンパンで、うん、マッテンとしたら前だよね。前、脇だね。脇締めすぎるけど、手がちょっと上がってる。結局上がってる、上がったままなんか支障がない程度ですけど。大丈夫です。私はこの世界の何も知りません。父上のおっしゃる天の断りがまことかどうかすらわかりません。私は王の位などではなく、本当に生きるべき道を自らこの手で探したいのです。生きる。The time, stand up and reach for the sun. 聞こえる夜明けの歌。悲しみのうちで命はその輝き知る。
ずらないんだ。どうも夢が打つこと、春の息吹、君の指、音色も自由だ。衝動、君の準備はどう？立ち上がれ、ほら、イエスは君が、君が答えて。Now is the time, stand up to reach and for the sun. 目覚めよ、命の歌。大地を蹴りて風のように、その手が暴くまで。 Now is the time, stand up to reach and for the sun. 奏でよ、自由の歌。自由だ衝動。